ザメランとは、2011年5月、モノ、マネタッチ、モノフォアンドロイドの開発者により設立された企業である。これら3つのソフトウェアは、共通言語基盤並びに共通言語仕様のクロスプラットフォームな実装である。すなわち、それぞれ Linux などのユニックス系 OS や、Microsoft Windows、iPhone などの iOS、Android 上で動作する。 ネット環境である。また、これらのライブラリー及びフレームワークのことをザメランと呼ぶこともある。ザメランには各プラットフォーム固有の API や GUI ツールキットをネット向けにラッピングしたコンポーネントと完全にクロスプラットフォーム化されたコンポーネントの両方が存在する。ザメランの設立者の一人であるミゲルデイカザは 会社設立時のインタビューにおいて、ザメランの名前は、タマリンという猿に由来すると述べている。2000年6月、マイクロソフトは、ネットフレームワークを初めて公表した。ジミアンのミゲルデイカザはこのリナックス版が実現可能か調査を開始した。その後、2001年6月19日、モノというオープンソースプロジェクトが立ち上げられた。 モノをサポートしていたジミアンは2003年8月4日、ノベルにより買収された。2011年4月のアタッチメイトによるノベルの買収の後、アタッチメイトは数百名にも上るノベル従業員のレイオフを発表した。この中にはモノの開発者が含まれていた。アタッチメイトが同開発者をレイオフした理由として、同社が モノの将来性を疑問視しているとの声が上がっている。同年5月16日、ミゲルは彼のブログにて、モノを新しい企業、ザメランで開発並びにサポートすると発表した。ザメランは携帯電話製品に関する新しいソフトウェアスイートを公開する計画を立てていると彼は述べている。デイカザによると、少なくともオリジナルのものチームの一部分は、 新しい企業へと移籍した。この発表の後、プロジェクトの将来性について疑問が持たれた。マネタッチとモノフォーアンドロイドは現在、アタッチメイトにより保持されている商用製品と直接競合する点、並びに以前ノベルに雇用されている間に開発したテクノロジーを同一の著作物に対し利用していないことを証明するのが困難である点である。 しかしながら、2011年7月、現在は、アタッチメイトの買収が完了し子会社となった、ノベル、そしてザメランとの間で、ザメランへ、モノ、マネタッチ、モノフォーアンドロイドに関連するすべての知的財産権、並びに、各プロジェクトの管理権を公式に引き渡すという、内容を含む、永続的ライセンス契約を締結したと両者が、発表した。 2016年2月24日、ザメランは、マイクロソフトによる買収に合意したと発表した。2013年11月、ザメラン社は、ビジュアルスタジオ2013と統合可能な、最新のザメランプラットフォームを発表した。この製品を使用することで、ネットフレームワークを用いて、iOS、Android のクロスプラットフォーム開発が可能となった。 以前のバージョンでは iOS についてはユーザーインターフェースの定義に X コードが必要など制限が大きかったがこのバージョンでは Visual Studio 2013上でほぼ実装が完結するこの製品は Microsoft Conference 2013でも大々的に取り上げられクロスプラットフォーム開発に関心のあるデベロッパーの関心を引くこととなった ありがとうございます。